シュトラールズンと行為戦は大北方戦争中のポメラニア戦役における工場戦である。それは1715年7月15日に始まり、同年12月23日にスウェーデン軍守備隊の降伏をもって終わった。1711年と1713年におけるシュトラールズンと要塞の行為が失敗に終わった後、1715年の夏にプロイセンの減衰。 アンハルトデッサウ公、レオポルト一世率いる2万5000名の軍団がシュトラールズントへ進軍した。この軍団を構成していたのはデンマーク、ザクセン及びプロイセン各国の部隊である。包囲網の中央にはプロイセン軍、右翼にはザクセン軍、左翼にはデンマーク軍が展開した。プロイセン国王、フリードリヒビルヘルム一世と デンマーク国王フレゼリク4世も、それぞれの本営に入る。アンハルトデッサウコレオポルト1世にとって、シュトラールズンと制圧の端緒には、ウーゼドム島と流言島の占領が3段に、含まれていた。その要塞は、先の後為戦において、流言島から継続的に物資の補給を受けていたので、ある。ウーゼドム島も、また、そこから流言島へ、 スウェーデン海軍が補給物資を運ぶことができたために重要であった。シュトラールズント要塞は17世紀から18世紀にかけて北ヨーロッパでも最大の要塞、防衛施設の一つであった。その司令官、カール・グスタフ・ドゥーカー大将は1711年、行為を受ける要塞の砲台の下、フランケンモンの付近に武装化、要塞化された陣地を構築していた。そして、 そこに、不評三個連隊を配したのである。また既存の要塞施設の前面に、革命保、累壁や両方を備える一貫した防衛線を構えた。これは西へは湿地まで、東へはシュトラールズンとの浜辺まで伸びていた。同志周辺の地勢は、効果的な防衛に有利であった。数々の湿地と、冠水させた平野のおかげで小部隊がこもる個々の防衛施設は、 防衛戦の守備隊よりも、後戦の手段に恵まれていたのである。後議戦の当初、町の守備隊の兵力はおよそ9000名であった。そしてシュトレイゾー像の戦いが、スウェーデン軍の敗北に終わると、さらに2000名が、国王カール12世と共に、要塞へ逃れてきた。シュトラールズンと全面の後議軍はまず、ウーゼドム島を制圧した。 同等を占領する任務は、ゲオルク・アブラハム・フォン・アルニム中将が遂行する。ザクセンプロイセン連合軍による陸上の攻撃は、海から、デンマーク海軍の支援を受けた。ボルガスト・トボリンは、スウェーデン兵250名が守っていた、スビーネ・メンデ・トリデと同じく最初の襲撃で、占領された。スビーネ川口にある、このトリデが陥落した後、カール12世は島を離れ、 船でシュトラールズントへ移る。ただ、聖誕のペーネミュンデトリデのみが頑強に交戦した。8月21日、このトリデに対する行為と突撃を経てウゼドム島は、最終的に連合軍が確保した。前回の行為戦と、同様、十分な数の工場法がなかったので、包囲網に沿って残豪が屈削される。スウェーデン軍の守備隊は絶えず出撃を繰り返し、 この作業を妨害しようとした。しかし1715年10月19日、3650名が携わった残豪は完成した。グライフスバルト湾の海戦に勝利した後の1715年9月末、デンマーク海軍は、スウェーデン海軍をシュトラールズンと要塞の港へ筆足させることに成功した。これによって、シュテティンからアンクラムへ船で、 工場法を運び込めるようになる。続いて陸路を通じ、それらの方は分散して配置につけられた。その第一陣はザクセン軍の指揮下に入ってフランケン門ンへ向けられ、第二陣はデンマーク軍が構成する左翼に集中配備された。絵の左側にトリープ税門が描かれている。1715年11月2日、大砲24門と、 九法十二門によるトリープゼーモ門への砲撃が始まった。バッカーバーと白尺大将を率いるザクセン軍並びに、プロイセン軍不評6600名と、騎兵2200名が、同年11月4日から5日にかけての夜、フランケン門ンの前面に展開するスウェーデン軍の三個連隊を攻撃することとなっていた。そこで包囲網は、シュトラールズンと日直に接していたのである。 天候が公的な場合、この場所の水深は約3フィートしかなかった。プロイセン軍の欠片大佐は1800名を率いて、そこでスウェーデン軍の後輩を追つくよう命じられる。レーベン少々指揮下の後為軍の大部分が堤防を越え、守備隊に直接突進した一方を、この1800名は腰まで水に浸かりながら、野員に乗じてスウェーデン軍の防衛線を通過し、 守備隊の後輩で再び陸に上がった。直後の戦闘でスウェーデン軍は圧倒される。守備隊の一部は跳ね橋を通り、要塞の内部へ逃れた。その際、逃亡するスウェーデン兵を追ってきたプロイセン兵6名が包囲され捕虜となる。さらに200名のスウェーデン兵が橋家を通じて市内に退避したが、残りの450名は捕獲された。また、 大砲25門と補給物資が露飼されている。翌朝、デューカー大将は出撃を試みたが、スウェーデン軍は大きな損害を被り、撃退された。後為戦の最中、1715年11月に、アンハルトデッサー号、レオポルト一世の指揮した、流言島が制圧された。このため、後為軍から18,600名が、 ルートビヒスブルクに向けて分派されている。そこから船に乗り、11月15日に、流言島へ送られたのである。同日の夜にも、最初の初大隊が上陸した。これらの隊はグロースシュトレゾ蔵の近くで防備を固めた。続く戦いにおいて、連合軍は、スウェーデン軍の突撃に耐え抜く。シュトラールズントから、密かに流言島へ移っていたカール12世は、敗れ。 傷を負って戦場から離脱せざるを得なくなった。その結果、道東は占領され、シュトラールズンとはそちらからも行為を受けることとなる。1715年11月22日以降、行為軍は町への砲撃を強化し、12月3日から、焼夷弾を用いて火災を発生させた。これは要塞に対する最終的な突撃の準備であった。 砲撃のもと、12月5日から3個の突撃部隊が、要塞の掘りの通路へと進む。砲兵が短時間、射撃を休止した後、突撃が始まった。通路のスウェーデン軍守備隊は、迅速に撃退される。数度にわたる、奪還の試みが失敗した後、スウェーデンの部隊は、要塞の内部へ撤退した。通路の制圧とその後の防戦により、 連合軍からは500名の死傷者が出ている。1715年12月16日には要塞を最終的に占領するべく突破口に砲台を設置する作業が始まった。要塞の無欠上等を目指した交渉はカール12世に拒絶される。続いて突破口を利用し、確保の半数に寄せ手がよじ登ってきた。また、気温の低下により、 水堀が凍結したことも確保の攻略を容易にした。同年12月17日の午後には、大規模な攻撃が始まる。スウェーデン軍は踏みとどまりつつ優勢な敵と戦ったが、大きな損害を被り、200名の捕虜を出し、大砲25門を奪われ、外砲からの撤収を余儀なくされた。寄せては100名の戦死者を出したが、その一部は、水堀状の白氷を踏み割って溺死した。 他のものは、地雷やひくすり袋の犠牲となっている。1715年12月18日、カール12世は1800名を率いて、出撃を観光した。そして25名の先法を来航したデンマーク軍の陣地へと送る。この攻撃は奇襲となった。そして打撃を受けた突破口へ、一般兵の征服を身にまとったカール12世は、指揮下の部隊と共に突撃する。 予備隊を率いていたクロースドルフ将軍は1000名と共に急いで混乱に陥ったデンマーク軍の救援に向かい彼らと力を合わせてスウェーデン軍の攻撃を阻止し撃退したこの出撃はドイツの地でカール12世が取った最後の作戦行動となる戦場にはスウェーデン軍の戦死者100名が横たわり70名が捕虜となった その後の交戦がすべて失敗に終わったため、カール十二世は、連合軍に対し5週間の休戦要請を送り届けた。しかし、その軍師は追い返される。カール十二世はなおも、連合軍の総攻撃を待ち受け、自ら指揮を取ろうと望んでいたが、配下の諸将や大臣から出発を強いられた。12月19日、カール十二世は港に残っていた最後の小さなフリゲート艦に乗り込み、 スウェーデンに帰国を図った。しかし、シュトラールズンとの近海では、デンマーク艦隊が紹介している上に、港も凍結していたため、その機とも良いではなかった。氷を破砕して退路が開かれた後、カール12世イラの艦は夜間に、デンマーク艦隊の間をすり抜けて脱出した。風港の問題で、デンマーク艦隊はこのフリゲート艦を脱保することは、叶わなかった。その後、 道館は、流言島沿岸を航行中に、デンマーク砲兵から大砲12門及び、砲台1カ所による砲撃を受けた。この攻撃により、水兵2名が戦死し、道館のマストが砕かれた。この攻撃による負傷を免れたカール12世は、外名への到達に成功する。そこで、巡洋艦2隻に迎えられ、スコーネ地方へと運ばれたのである。幸福を記念する名番。 カール12世が町を去った後、後為軍は最初の突破口を要塞の主壁に開いた。司令官のデューカー大将は国王から要塞を明け渡す許可を得ていた。1715年12月22日にはそのための交渉が終わる。6000名を要する要塞の守備隊は捕虜となった。交渉の結果に従い、士官117名を含むスウェーデン出身の軍人1000名は、 国国への帰還を許可される。残りの軍人は勝利した各国の軍に編入された。要塞の弾薬、大砲や補給物資も後位軍が接収した。それらの戦利品は各国が分けあった。最も多くを受け取ったのはプロイセン軍である。それに比べればデンマーク軍とザクセン軍が受け取った戦利品は少なかった。ザクセン軍は大砲六門。 軍機36本、戦機2本、いくつかの太鼓、下機333個その他の装備を受け取ることになった。捕虜のうち、ザクセン戦帝港、フリードリヒアウグスト一世は、騎兵6個連隊と著しく損謀した、不評10個連隊、総勢1250名を得た。その中には、将官2名、左官22名、隊員八85名と、 下級将校142名が含まれていた。兵のうち、ザクセン軍の諸連隊に採用されたのは500名に、止まり、残りのものは高齢を理由に釈放されている。シュトラールズンとの疾患に続き、1716年に、同じく行為されていたハンザ都市、ビスマールが解除すると、大北方戦争は、ドイツの地においては、収束を迎えた。1720年、 デンマークとスウェーデンの間で、フレゼリクス防空和条約が締結されると、ハンザ都市シュトラールズンとは、再びスウェーデンの統治下に戻った。ABCDEFGH セダル P233ABC ラレス、P32 ラレス、P30 セダル、P235 ハット AB ラレス P31 セダル、P236238 セダル、P239 セダル、 P242ABC セダル、P243ABC セダル、P244、ありがとうございます。